富士宮市は静岡県東部の市。富士市の発祥、根拠地としても知られる。北方に世界文化遺産である富士山を有し、またその構成資産である富士山本宮浅間大社、三宮浅間神社、村山浅間神社、一穴富士湖を遺跡、白糸の滝といった文化的資産を要す。市中心部周辺の空中写真。中央の緑地が、 浅間大社、中世には右隣に富士城が位置していた、富士市が大宮寺を務める富士山本宮浅間大社の鳥居前町として栄えた。地域一帯は古くより富士城法と称され、地域を中道王館、寸州王館、若き頃といった街道が通る交通の要衝であった。これらの背景から宿場町としての顔もあり、戦国時代には楽市が行われた。 富士山との関わりが深く、東海道である大宮、村山口登山道が位置したほか、現在富士登山道の一つである富士宮口を構える富士山の南の玄関口にあたる。鎌倉時代には富士のにて、富士の巻狩りが行われ、蘇我兄弟のあだちが発生した。これらは往来仏といった、資料、歌舞伎、脳、浄瑠璃といった芸能の題材となり留付された。 富士宮市という都市名の由来は、富士宮という浅間大社の旧社号から由来する。古くは、今尺物語集の、駿河国富士館主記江地蔵後第十一や、新直線和歌集など、平安時代や鎌倉時代の古文集にも見られる、古来から存在する名称である。富士山と富士宮市街地富士金山は、けなし山に位置し、中世から近世にかけ、 採掘が進められた地域の約半分が富士箱根伊豆国立公園の区域内であり、市北部には朝霧高原が広がり、その周辺には日本の滝百0千の白糸の滝、温度目の滝、ダイヤモンド富士のスポットとして知られるタヌ湖といった自然観光地を持つ。また小田岩湿原は富士山勢力では唯一残された湿原であり、環境省の重要湿地及び 重要里地里山に指定されている。富士登山道である富士宮口が一致し、2008年に金城天皇が皇太子時代に富士登山をされた際は、この登山口から登られた。富士山には大規模な侵食国である大沢崩れがあり、災害を引き起こす危険性があるため、国土交通省の直轄事業として、砂防事業が行われている。これにより、 富士川下流域及び、田子の浦港の埋採が防がれている。例えば、安守富士市記録の、校舎日記には、天保後馬年4月8日、大風雨に、しかも富士山対抗洪水に、しかもケツ畑沢桜を見ず、百姓平井を支度流出、その上島の宿電磁流出、大岩畑流出、原動児動団とあり、過去雪城の被害があった。 またこれら施設の存在から富士山南六の防災拠点としても機能している。関富士山火山防災連絡会設立の際は、富士宮市が静岡県側の市町村を回り取りまとめた。白糸の滝静岡県山梨県大宮町、鉄道馬車会社の非前日のように、富士宮市の氏名の由来は、浅間大社の富士宮から由来している。浅間大社は、 死の中心的存在であり、旧大宮町時代においては一丁目一番地に一致していた。その名残で、現在も、住所上は、富士宮市宮町一の一である。根弱物語集には、根弱、駿河の国の富士の宮に、神主、なる社優けり、とあり、新直線和歌集の宝城安時の歌の言葉書きには、駿河国に心配しはべりけるに、 富士の宮にて読みてまて祭りけるとある。内務省への姿政志向の上申書に添付された文書によると以下のようにある。当地に、ハスルが国一の宮官兵大社浅間神社鎮座せられ、それの奥の宮派富士山頂に鎮座増しまして、一名、富士の宮とも称せられ、王関より人口に会社せられ、伊手新種の名称として真に相応しく、 これにつけて派梁町村友南東意義なきをもって、新種の名称派富士宮市と称す略号として、宮と略すことも多い。例として、以下のようなものが挙げられる。静岡県富士山世界遺産センター富士山共法寺、富士山振興の中心地である関係で、富士振興が由来である主要な建築物や勢力が影響を与えてきた。富士の宮市大宮に位置した。 富士山本宮浅間大社、富士宮市村山を本拠とする、村山主源とそれらを構成する、富士山工房寺、村山参謀などが該当する。特に、浅間大社の社家である、富士氏は、政治面でも大きな影響力を保持してきた。初代富士氏と伝わる富士豊麻炉は、富士軍大領となり、富士軍の長と言える立場であった。中世に入るとこの地位帯は、 富士情報と称され、この富士情報の国人として、富士氏は支配力を強めていた。中世においては、他に、現在の富士の宮市上井で地域に位置した井出市なども、東格を表していた。源の頼朝の富士の巻狩りの際に活躍したと、されている。これら富士氏や井出氏は、後の武田信玄の駿河信仰の際には、対抗勢力となった。 この時の富士市の当主富士信忠田は、大宮城の城主であり、武力を用いて戦を重ねていた。また、今川市に属しており、例えば1566年に今川氏真により大宮の神田市を楽一化する宗の主因状は、富士信忠田宛に発給されている。また楽一化された理由として、大宮が商都として栄えていた背景があり、六歳市が、 定期的に行われていた地でもある。これらの様子を、信長後期末十五は、大宮は要害しかるべきにつきてと記し、大宮は交通の要衝であり、要害であった。北部では、富士金山は、今川市管理の金山であったと考えられ、採掘が行われていた。しかし、今川市は滅亡する道をたどることとなり、氏真から信忠の着地富士信道へ暇を許す。 胸の反物が送られると、その後富士市は武田氏に基準した。その後は、鮭富士市としての姿に統一され、神職として世襲を継続した。この立場は、江戸時代においても一貫して揺るがず、富士山周辺の利権関係なども富士市は中核を成している。江戸後期の富士市当主富士十本は軍人を経た後、東京府工事町に残ったため、 富士市による、浅間大社の大宮寺としては、最後の人物にあたる。富士野における、曽我兄弟のあだうち、いべけ光来門、長屋富士宮市は、かぐや姫説はの舞台の地である、富士宮市役所と富士山、芝川図書関係、富士宮市役所芝川出張所国土交通省、富士砂防事務所大沢崩れをはじめとする、富士山南西。 例の土砂災害対策事業などを手掛ける、ユートリオ文化施設とスポーツ施設、公園王子エフテックス芝川工場、縦谷朝霧高原野牛富士山の再録に広がる、朝霧高原を中心として第一次産業が行われている。富士山の湧き水が豊富であることから、わさびの栽培やニジマスの養殖も行われており、市町村単位では2012年現在、ニジマス生産量日本一である。 三つ股栽培記念碑富宮市の製造品出荷額等は年々増加傾向にあり、平成29年度は939、15500万円で1兆円に迫る状況にある。富宮市は歴史的に見て、富士地域における生紙業流勢の礎の地であり、駿河版市生産の景気やその近代化にもかかる地域であった。多市芝川町域では明治30年に 四日市製紙芝川工場が完成、翌年稼働するなどしている。その関係で古くより、製紙業が盛んであったが、近年は輸送用機器、化学工業、医療用機器などを中心とした構成となっている。豊富な伏流水を利用した水に関係する産業が中心である。市内では第三次産業の割合が最も大きい。 上場企業で本社を置くもの本社以外2006年の調査では、富士宮市が属する、富士宮証券の証券人口は40万5261人と、県内7位であるが、市人口の3倍超の証券を築いている。また、物品全体における地元購買率が83.0%と、県内1位であり、基本的に市内で消費される傾向にある。 その理由の一つとして、イオンモール富士の宮の存在があり、富士宮市民だけでなく、隣接する富士市や山梨県などの他証券からの吸入率も増加傾向にある。2001年に富士宮駅前に開業、及び2006年に大規模増築したイオンモール富士宮が富士宮証券の中心的な存在となっている。富士宮駅周辺には、 大型小売店として、従来より1972年開業のユニー、1973年開業の長崎屋、そして中規模小売店として、ヤオハンや牧屋があった。しかし駅前の密集地で駐車場も含めた敷地の拡大がしづらいことと、同業者が複数乱立することによる過藤競争などから、これら店舗の郊外移転例が見られた。ヤオハンは郊外へ移転した上、 別店舗として1992年に、ヤオハン富士宮プラザを開業させた。同施設の店舗面積は広大であり、当時富士地区でも最大であった。しかしヤオハンは1997年に倒産、店舗は1996年に大英系列の中堅スーパーの制風として再オープンしたものの、大英の業績不振からわずか2年での撤退となった。 一方、駅前に残ったユニーと、長崎屋も老朽化と拡張の困難さに悩まされ、2001年に、イオン、富士宮 SC が開業を決定したことで、これを契機としてどちらも、同所からの撤退を決定した。富士宮駅とペデストリアンデック君の伏線を走る、特急富士川東京駅からの高速バス、営業所定期観光バス土日祝日に限り、富士宮駅を起点として、 協力んが運行されている。午前ルートと午後ルートがあり、予約は不要。路線バス富士急グループにより、市内各方面や富士市、山梨県などへの一般路線が運行されている。山梨交通により、JR 東海道線富士川駅方面に向かう一路線が運行されている。コミュニティバス、急バス、宮田区高速バス富士の宮東京富士急。 静岡バス富士吉田、富士宮京都、大阪、夜行、富士急バス、近鉄バス静岡、富士宮富士山富士宮口5号目、季節運行、富士急静岡バス高速道路、一般国道国道139号線と富士山、県道林道道路愛称市の医療の中核をなすのが、富士宮市立病院である。富士宮市立病院は、 市街地に位置し、主要駅からのアクセスなども良好である。1929年8月に大宮町立図書館が開館。1934年2月には有料図書館として文部省から表彰されている。1943年6月には大宮町が市政施行して藤宮市が発足し、大宮町立図書館から 富士宮市立図書館に改称太平洋戦争末期の1945年7月には富士宮青年学校に移転し、8月にはかつての建物が強制疎開により解体された。戦後の1946年7月には連尺町の大長寺に移転し、11月には富士宮市医師会城山診療所を借用して開館した。 1967年6月には宮町の専売校舎跡に移転し、1969年9月には宮町に新館を新築して移転した。1989年3月29日には宮町に原稿館が開館。1991年には日本図書館協会建築賞を受賞している。1993年3月28日には、 神井ルに西藤図書館が開館。2010年3月には、富士宮市と芝川町が合併し、クレイドルしばらくに芝川図書館が開館。2011年3月23日には、芝川図書館が長抜きの芝川開館に移転した。現在の富士の宮市立図書館は、中央図書館、西藤図書館、芝川図書館の3館、自動車図書館、 ひばり号、富士宮駅前交流センター、大富士交流センター、8ある公民館と書室の配本所からなる。狸ぬ湖、富士山がある風景百選、平成20年度の観光客入り込み客数は640万人以上であり、最近10年間は600から700万人で推移する観光都市である。観光資源として、四方区部に富士山の恩恵を受けた。 自然資源があり、市中心部は、富士山本宮浅間大社や湧く玉池といった歴史的建造物がある。環境省が公表した富士山がある風景100選において、富士宮市内では17箇所が指定されており、これは静岡県側では最多である。アクセス南東方向に、東名高速道路、新東名高速道路がありきた方向に、 中央自動車道といった高速道路が通るため、以下のルートが考えられる。特に市北部は、中央自動車道からのアクセスも良い。市北部神馬の滝音止めの、滝朝日滝富士ハーネス市中心部富士山富士,山富士宮口五合目駅登山バス登山道の一つで、ある富士宮口がある。五合目までの交通手段としては、車で、静岡県道五十二号富士、公園太郎防線まで、 または、富士宮駅からの登山バス利用が考えられる。富士山本宮浅様大社や富士五山などの寺院や史跡等が点在している。朝霧高原南に公共交通機関が分布し、中心市街地を構成、地域の縦に国道139号が、横に国道469号と十字に国道が通る構成である。北部は観光地化が進む。 富士山本宮浅間大社が位置する宮町は最も門前町としての様相を残す場所である。14町まで存在し、市内の主要施設の多くはここに集結している。前述のように、浅間大社は旧大宮町時代の一丁目一番地を引き継いでおり、富士宮市立中央図書館、富士宮市民文化会館などが位置する。 他静岡県富士山世界遺産センターが位置している。著名な祭事として、以下のものが知られる。富士山と茶畑富士高砂酒造富士のりが生息する、芝川その他、ご当地は九玉池狩宿の下馬桜、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産として、以下の6カ所が2013年6月22日に、世界文化遺産に登録された。 歴史人物小泉時代文芸能人を音楽、スポーツアナウンサージャーナリスト政治家学会、学者文化人財会第10話、岩本武氏が監禁されその後助け出された建物は、白糸の滝近くにある、富士白糸アンダーミュージアム、秋物件で撮影された。ありがとうございます。